ご案内いたします。当電車は快速大阪行きです。まもなく発車いたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。
がとうございます。快速大阪行きです。次は西宮ラジオ、西宮ラジオです。当電車は八両編成で運転をしております。前から8号車、7号車を抜き、一番後ろが2号車です。当電車の乗り換えは、一番後ろの車、1号車と、中ほど5号車にございます。この4号車と5号車の間は車内での通り抜けができますので、あらかじめご了承ください。次は西宮ラジオ、西宮ラジオに停まります。出口は左側です。西宮ラジオを出ますと次は宝塚に停まります。
この先大阪方面各駅に停まります。普通電車の高槻行きは来ました。同じホームの向かい側2番乗り場から発車します。阪急線はお乗り換えです。まもなく宝塚です。ありがとうございます。快速大阪行きです。次は中山寺です。お出口は左側に変わります。中山寺を出ますと次は川西池田に停まります。中山寺です。
お出口は左側です。中山寺の次は川西側に止まります。左側です。阪急線路線別線は戻り替えです。川西池の次は伊丹に止まります。
出口は左側です。伊丹を出ますと次は天ヶ崎に止まります。感染症対策に関するお知らせです。駅や車内の混雑緩和は感染の拡大防止に有効なため、時差通勤、テレワークなどに積極的にご協力ください。また手洗い、アルコール消毒、咳エチケットは感染症対策の基本となります。なお、この列車は常時空調装置により外の空気と車内の空気を入れ替えております。また窓にステッカーが貼り付けている箇所は手で開けることができます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。左側です。伊丹を出ますと次は天ヶ崎に止まります。
窓口は左側です。 JR 神戸線芦屋三宮方面と JR 大通線北新地京橋方面は乗り換えです。尼崎を出ますと次は終点大阪です。尼崎です。お出口は左側、7番乗り場に到着します。JR 神戸線、芦屋、三宮、神戸方面と、JR 東大線、北新地、京橋方面はお乗り換えです。まもなく尼崎に到着します。
阪急線、阪神線と地下鉄線はそれぞれお乗り換えです。
大阪行き到着後、回送電車として車庫に引き上げます。引き続きのご乗車はできませんので、皆様お降りください。まもなく終点の大阪です。